薩摩バンドとは明治初期に存在した薩摩藩軍楽隊の通称。この軍楽隊は日本初の近代的軍楽隊とされ、また日本最初の吹奏楽団とされることもある。幕末期には古敵隊があったが吹奏楽隊はなかった。薩摩藩と吹奏楽の遭遇は1863年の撮影戦争とされる。イギリス軍は戦死者13名を 金港湾で水槽する際に、曹操曲を演奏した。1866年、薩摩藩は、パークス中日英国公使夫妻と、英国陸海軍300人を招聘して、磯海岸で相互の軍事訓練を披露。英国陸軍の演奏した軍楽を聞いた、薩摩の人々は感心したという。また、英国艦に招待された、島津久光、忠義親子の前で、英国の、 国王の楽が演奏された。1869年、大山岩尾が上京した際に、イギリス領事館を吹奏楽の指導を依頼した。妙光寺1869年、薩摩藩は30人余りの藩士の若者を軍学練習生として横浜に派遣。本木山妙光寺で、イギリス陸軍第10連隊第1隊長のジョン・ウィリアム・フェントンの指導を受けた。 陸軍軍学大使によると、フェントンの給料は、島津久光の手元金から支払われた。指揮者は、鎌田新平や西健三が務めた。当初、楽器は竹や芋ので間に合わせる状況で、楽譜も読めず惨憺たるありさまであったという。島津忠義が資金を出して、ロンドンの別荘楽器店に、新品の楽器を注文した。新しい楽器が届くと、 演奏の腕もみるみる上達したという。主に公務で外国との式典の開会や閉会の際に音楽を奏でたと言われている。君が代を最初に演奏したのがこのバンドである。1870年、フェントンは日本には国歌がないので歌詞さえあれば作曲をすると提案。大山岩浦は相談の末、薩摩琵琶曲の宝来山の一節から君が代の歌詞を選び、 フェントンに渡した。フェントンはその歌詞に曲をつけ、向島での朝練の際に、明治天皇の前で披露した。これが日本最初の君が世であるが、フェントン作曲のものは西洋調で、現在のものに改められたものとは異なる。1871年、政府は兵部省を陸軍省と海軍省に分けた。1871年に海軍軍学隊、 1872年には陸軍軍学隊が組織された。両者とも薩摩バンドの出身であり、初期の軍学隊はほとんどが薩摩人によって構成されたいた。陸海軍学隊は西南戦争に出動したが、軍学隊員の中には隊から抜け出し、薩軍に参加して戦死した者もいた。妙高寺にある国家君がよ発祥地の石踏み。 横浜の妙高寺には、日本吹奏楽指導者協会によって建てられた、日本吹奏楽発祥の地の石踏みがある。またその隣には、国家君がよ発祥地の石踏みがある。東京都杉並区の大円寺には、伝習中に病死した森山孫十郎の墓があり、その午前に建てられた、検討根流には、伝習生30名の名と共に、洋楽伝習の経緯が記されている。 薩摩バンドの縁などから、鹿児島は日本の吹奏楽発祥の地、吹奏楽先駆けの地とされることがある。薩摩バンドに関連して、横浜妙光寺に日本吹奏楽発祥の地石踏みが建てられている。日本国内での吹奏楽演奏については、撮影戦争以前にペリー艦隊随行の軍楽隊が演奏を行った例がある。幕末期には、西洋式軍勢ともに、 西洋式の古的体編成が伝わり、長崎海軍伝習所などで学ばれた。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 原口泉。今こそ知りたい幕末明治。原口泉市52水層学発祥の地、鹿児島。産経新聞。 https://www.sankei.com/.region/.news/.180316/.rgn1803160067-n1.html2019 s 7年6月29日閲覧 ?abcdefgh 鹿児島薩摩バンドの響き150年の時を超えて 朝日新聞、https, w w w a s a h i c o m a r t i c l e s asm443vzdm44tltb-00dhtml2019 年6月29日、閲覧。AB 薩摩半軍学大世界大百科事典、第2版、abcdefghijklmn。 OPQ 日本吹奏楽の始まりと、薩摩鹿児島市、明治維新150年カウントダウン事業。ありがとうございます。